菊池さん、どうぞ。はい、こんにちは。はーい。お、どうした？急に目が痛くなって、うん、今見たら充血しちゃってて。ああ、本当だね。これは痛そうだね。どうにかしてください。いや、どうにかって言ってもね。目薬？いや、そうしてあげたいんだけど、ここは病院じゃないから薬がないんだよ。じゃあどうしたらいいですか、私。今からすぐに眼科に行って見てもらった方がいいね。眼科？行ったことないです。一度も？そんなことないけど、前いつ行ったかなんて覚えてないです。てかどこにあるかもわかんないし。じゃあ調べるからそこに座って待っててくれる？はい。あ、ちょっと待てよ。今日は確か眼科の先生が検診で学校に来てるな。ちょっと聞いてみるか。うん、眼科医の森川です。目が痛いって？はい、急に痛くなりました。ちょっと見せてくれる？ああ、こりゃひどいわ。うん、真っ赤になってるもん。これ痛いはずだよ。はい、我慢できないくらい痛いです。うん、コンタクトレンズは？コンタクトはソフトしてるんですけど、うん、さっき痛かったんで外しちゃいました。うん、コンタクト一日どれぐらいつけてる？朝起きてすぐつけて、うん、夜寝る前に外します。じゃあ起きてる時はずっとつけてるんだ。うん、だいたい。うん、それでたまには取るのを忘れてそのまま寝ちゃったりしてるよね。でも週に 1,2 回くらいですよ。コンタクト見せてくれる？はい。これ洗ってる？うん、コンタクト外したらその液につけます。うん、つけるのはいいんだけど洗ってる？手のひらで。してるかな。いや、かなって。このケースはちゃんと洗ってる？うん、週に1回ぐらい。うん、はい、これは黒目、つまり角膜にバイ菌が感染してるかもしれない。最近、うん、このコンタクトレンズを買う前に、はい、眼科の先生にちゃんと見てもらった？はい、見てもらって、うん、先生にいろいろ言われました。なんて言われた？なんか長時間つけちゃいけないとか、うん、ちゃんと洗浄しなさいとか。それでそれちゃんとやってる？だいたい。だいたい、うん、君はね、コンタクトレンズをつけてる人がよくやる目に悪いことを全部やってる。装用する時間を守らない、レンズのケアを満足にしてない。
でもそういうのやらなくても今まで困ったことにならなかったし。でも今は困ったことになったからここに来てるんだよね。だから早く痛いの治してほしいんです、うん、先生は分からないかもしれないけど、こう見えて私たち忙しいんです。そうか、大変だね。いい？コンタクトレンズを購入するときは眼科医の診断を受けること、それであなたの目に合うコンタクトレンズが分かるから、使用法に書かれている使い方をちゃんと守ること。もったいない、面倒だからって一日使い捨てのものを次の日も使わない。2週間、一月使えるものは毎日洗浄する。そしてケース、毎日ちゃんと洗浄または定期的に交換すること。洗浄しないケースはばい菌の温床なんです。そんなの関係ないし。でも友達もみんなやってます。病気になった子もいません。それはたまたま運がよく君みたいに痛くなっていないか。痛くなっていてもめんどくさい、放っておけば治るから眼科に行かないだけだろう。目を閉じてごらん。え？いいから目を閉じてごらん。人が外から得る情報の 90% は目からと言われてるんだ。コンタクトレンズの間違えた使い方によって角膜潰瘍や最悪は失明してしまうことだってあるんだ。それだけじゃない、目の病気はもっとたくさんある。本人の自覚症状がないまま進んでいく病気もあれば、自分が気をつけていても病気になってしまうこともある。見たくても見えなくなった人はいっぱいいるんだ。目が見えることが当たり前だと思ってないか。自分だけは大丈夫だと思ってないか。病気をして視力を失ってからじゃ遅いんだ。ちゃんと見てあげるから、この後うちの病院に来て。寺田さん、どうぞ。寺田あゆかさんですね。はい。寺田さん、初診ですよね。はい。ソフトコンタクトレンズを使用してると。はい。それで、最近度数がずれてきたと。今使ってるコンタクトが見えにくくなってきたので、うん、新しいコンタクトにしようと思ってます。あと眼科の検診もしばらくしてなかったので。今まで目のことで何か気になることありました？たまに目が充血したりとか痛くなったりとかはあったんですけど、目薬したらすぐに治ります。うん、とりあえず検査しましょうか。はい。失礼しますね。あー、これ角膜の一部が濁ってますね。うん、これじゃ視力が出にくいはずだ。はい、ちょっと外してください。
これがあなたの目です。黒目、つまり角膜が濁ってますよね、うん、これは角膜が乾燥したり傷がついたり間違った使い方を続けるとこうなってしまうんです。適切な使い方してますか？はい、もう10年くらい使ってるんで一応使用法とかケアは知ってるつもりなんですけど、うん、たまに外し忘れたりとか、あと洗浄をサボったりすることがあります。うん、もう10年も使ってるんだったらベテランじゃないですか、うん、でもたまにだから大丈夫、このくらいの時間だったら大丈夫じゃないかっていう人によく見られる症状なんですよ。これ最後に眼科検診したのはいつくらいですかね？多分10年くらい前だと思う。その間ずっとコンタクトレンズ使ってますよね？はい。それはずっと同じものを使ってるわけじゃないですよね？はい、違う種類のコンタクトを試したり、うん、カラーコンタクトも試したりしました。それは眼科医の処方がなくて購入してたりしません？はい、でも今はもうコンタクトは処方箋がなくてもネットで買えるんですよ。うん、他の友人たちもそうしてます。そのコンタクトレンズがあなたの目に合ってるかどうか分かりませんよ。そうなんですか？はい、ネットで販売されているものの中には法律で認可されていない粗悪なものが紛れてます。そういうものを使い続けることによって角膜が病気になって角膜移植をしたり失明に至った患者さんが僕の病院にも数名います。一日総用のもの、うっかり翌日も使う、2週間1ヶ月総用のレンズを毎日洗浄しない、ケースの洗浄や定期的に新しいものに交換しない、そうするとレンズが汚れる、レンズに細菌が繁殖する、角膜に傷がつく、目に細菌が繁殖する。寺田さんの目はその一歩手前なんですよ。でも毎日忙しかったり、もうすぐ出産なんでいろいろと面倒ですもんね、眼科に来るの。寺田さん、目を閉じてもらえませんか？え？目を閉じてみてください。人が外から得る情報の 90% は視覚からだと言われてるんです。僕こう思うんですよね、目ってみんな見えていて当たり前だと思ってるんじゃないかって。自分でもわからないまま進んでいく病気がある、年を取るともっと深刻になる病気がある、でも今は見えてる、見えづらくなるなんて想像はできない、ましてや失明なんて自分は絶対にない。その目は涙と薄い角膜で覆われている、外部に露出した唯一の臓器なんです。その膜は皮膚よりも脆い、空気をしっかり送ってあげないと窒息してしまう、そんなデリケートで繊細なものなんです。だからもうちょっと大切にしてあげてもいいんじゃないかって。定期的な検診や診察、コンタクトレンズの正しい使い方、それも大事です。でももうちょっとあなたやあなたの大切な人の目にもっと関心を持っていたわってあげられないかなと。生まれてからしばらくして目が開く、そこには素晴らしい景色が広がっていて、そこから人生がスタートする。楽しいことも辛いこともみんな教えてくれた。目は僕にとって何物にも代え難いものなんだ。だからもっと
目を思っていたわってあげられるんじゃないかなって。いたわる？あなたももうすぐお母さんになる。その子の目をいたわるのはあなたの役目です。すいません先生。謝らなくていいですよ。これは寺田さんの目ですから。これからはちゃんとしっかり頑張ってくださいよ。わかりました。ありがとう。Thank you.
なに人がいて、私、君、大切な人たち、いくつもの、いくつもの奇跡が重なって私たちの出会いは生まれたんだ。輝いている目が好き、初めてそう言ってくれた時のことを忘れない。移り変わる季節、笑顔、大好きなもの、家族や友達、風景、夢、そんなものを見るために私たちは生きている。これから何を見に行こうか。